何人生き残れるか。 人類の活動領域を囲む壁には突出する半円形の区画が4箇所ずつ設けられている。この区画に人口を集めることで巨人の標的を絞り守備兵力を集約するためだ。そのうちの一つがウォール・ローゼ南方に位置するトロスト区である。トロスト区には 駐屯兵団本部が存在し、訓練兵は正式配属までの期間駐屯兵団と共に様々な任務に当たることになっていた。成績上位10名の中に彼の名前はなかったが、もとより彼が志していたのは調査兵団だった。 あの日からの5年間、抱き続けた思いを遂げるためである。そんな彼もまた、104期の同期たちと共に、トロスト区での任務に励んでいた。はあ？調査兵団にするって？コーニー、お前8番だろ！前は憲兵団に入るって！ エレンの昨日の演説が効いたみたいね。うるせえ！俺は自分で決めたんだよ。そう照れるなよ。お前だけじゃない。皆さん、上官の食糧庫からお肉取ってきました。はあ？怒られるだけじゃ済まねえだろ。バレたら独房にぶち込まれるぞ。大丈夫ですよ。後で皆さんで分けましょう。土地を奪還すればまた牛も羊も増えますから。ウォールマリア奪還の前祝いにいただこうってわけか。よし、俺もその肉食う。私も食べるから取っといてよ。さあ作業に戻ろう。 ああ、そうだ。コニーたちはああ言ってたけど、お前はどの陛下を志望するんだ？ああ、俺もだ。きっと見たこともねえもんがたくさんあるんだろうな。あの日お前もいたんだろ。志願しなくに。お互い目的を果たせるといいな。 二人とも早く作業に戻らないと上官にバレちまうぞ。ああ、今行く。あれから5年経った。人類はようやく尊厳を取り戻しつつある。勝てる。人類の反撃はこれからだ。 巨人が入ってくる。
これ以上巨人を街に侵入させてたまるか。この時のために訓練してきたんだ。成果を見せてやる。奴を討伐するぞ。立体軌道で背後に回ってうなじを削ぐんだ。まず手足を落として動きを止めた方がいいな。落とせば気をつけろ。アンカーを刺してても長くは持たねえぞ。奴の手足を落としてから確実に仕留めるんだ。今だ、うなじを狙え。まだだね。こんなもんか。やった、訓練通りやれば十分巨人と戦えるぞ。薬を使って手当てしろ。相手は巨人なんだぞ、気をつけろよ。始末しやる。次から次へと入ってきやがって、一匹残らず駆逐してやる。大丈夫か。こっからは俺も戦うからな。私も行きますよ。きっとみんなで戦えばなんとかなります。俺たちで巨人の注意を引く。その隙にお前がうなじを狙え。俺たちでもなんとかなった。勝てる。人類は巨人に勝てるんだ。これ以上は限界だ。もっと巨人が来たら全滅しまうぞ。あなたも大丈夫ですか。無理しないで撤退しましょう。いや、まだもう一匹いる。なんだ。目標、壁外正面、超大型巨人。マジかよ。これはチャンスだ。壁を壊せるのはあいつだけだ。あいつさえ仕留めれば。俺たちもやってやるぞ。
警戒してるみたい。奴の向きに注意して。危なかったら一旦距離を取ろうぜ。刃が使えなくなる前に乾燥しろよ。あいつ、なんかヤバそうな雰囲気だぞ。あの様子、危険ですよ。こいつ、さっきより手強い。倒した。私たち、十分やれるじゃない。そう、そこにしっかり頼むぜ。エレンがいない。まさか巨人に食べられたの？あいつ、一人で超大型巨人のところに行ったんだ。なんだって？早く援護に行かないと。刃が使えなくなる前に乾燥しろよ。次だ。よし、みんなでエレンを助けに行くぞ。待ってください、巨人が近づいてきます。あの巨人、さっきのより強そうだぞ。みんな、注意して。ガスの様子を見て、一気に背後に回るんだ。ガスが切れる前に補給しろって。立体軌道で一気に背後を取っちまえ。補給しろって。補給しろって。コニー、それや。いい動きだったぜ。本物の巨人相手にお前すごいな。なんとか討伐できた。見ろ、エレンのやつ、一人で超大型巨人と戦ってるぞ。呪い取った。あた、いっけー、外した。いや、超大型巨人が消えた。お前が倒しちまったのか？違う、5年前と同じだ。あいつは突然現れて、突然消えた。すまん、逃した。何謝ってんだ、俺たちなんて全く動けなかった。何してる。超大型巨人出現時の作戦はすでに開始している。直ちに本部に戻れ。はっ。
な。人類の未来のためだ。それでは各班に分かれ、巨人の掃討を行ってもらう。前衛を駐屯兵団の迎撃班、中衛を支援班が率いる訓練兵団、後衛を駐屯兵団の精鋭班がそれぞれ受け持つ。ウォール・ローゼの死守のため、皆心して命を捧げよう。解散。はっ。エレン、戦闘が混乱してきたら私のところに。アッカーマン訓練兵、お前は精鋭班の後衛部隊に入れ。しかし、私の腕では足手まといに。ミカサ、人類滅亡の危機だぞ。何てめえの勝手な都合を押し付けてんだ。悪かった。でも頼みがある。一つだけ、どうか死なないで。死なないさ。俺はこんなところで死んでられないんだ。俺はまだこの世界の実態を何も知らないんだから。おい、お前、もう一回言ってみろよ。バカと一緒でついてないって言ったんだよ、私は。なんだと？もう今は喧嘩してる場合じゃないよ。あ、いいところに。聞いてよ、ユミルとコニーったら。はいはい、分かった分かった。私のクリスタに免じて、今回は仲良くやってやるよ。まあ、こんな時にいがみ合ってもな。とにかく一緒に頑張ろう。お前ら、くれぐれも私とクリスタの足を引っ張るなよ。口の減らねえやつだ。行こうぜ。あ、俺たちの任務は中衛部隊の支援だったよな。よし、訓練の成果を見せてやろうぜ。やる。ユミルが先行して偵察に出てるの。まずは合流しなくちゃ。かもしれない。早く合流しないと。まだだね。
補給しておこう。仕方ねえな。行くよ。見えたか？えらいことになってんぜ。巨人がもうこんなに。やるしかねえか。さっさと巨人どもを倒すぞ。ならなきゃ私もみんなの役に立ちたい。後から来てくれりゃいい。しっかり頼むぜ。置いていかないでよ。
このバカより100倍マシだな。おい、誰のことだよ。あの縁談、救援要請だよな。おい、助けに行くぞ。ほっとけよ。じゃあ私らの持ち場じゃねえだろ。でも私は行く。見捨てていい理由なんてないよ。やるよ。コニー、クミル任せとけ。あったらその縁談で知らせてくれ。その時は君の援護に向かう。助かります。これを使えば拠点を設営してくれて補給も受けられるんですよね。頑張らなきゃ。私もみんなの役に立ちたい。
なのねえだろ。近づいてきてる。討伐完了。よし、やるぞ。私だってやってやるんだから。相手になるよ。弓が通り。しっかり頼むぜ。分かったぜ。相手になるよ。始末してやる。辺りのはいなくなったね。行こう、エレン。僕たちの持ち場はこの先だ。お前ら、また後でな。よし、俺が討伐するストップだ。あ、エレン、気をつけてね。そろそろガスが心配だな。一度本部に戻って補給しようぜ。あの色は助けに行かなきゃ。よっしゃ。邪魔で補給に行けねえんだ。討伐を手伝ってくれ。死にたくねえよ。やる。どうだ。
るよ。内地に行けたっつうの。動けねえやつはほっとけ。とっとと補給するぞ。これがないとない。補給は済ませたな。よし、ここから離れるぞ。待って、巨人が一体こっちに近づいてきてる。ほっとくわけにはいかねえな。ここで仕留めるぞ。あの縁だ。助けに行かなきゃダメか。そう、俺はもう死ぬのか。誰か救援を頼む。助かったぞ。感謝する訓練兵。俺は砲台を起動し援護に回る。よっと、はっ、片付けよう。コニー、クリュー、分かったぜ。無理すんなよ。その巨人、他のやつよりヤバそうだ。
したことなかったな。もういいだろ、撤退しちまおうぜ。なんだ、エレンたちが向かった方からだ。急ぐぞ。前衛部隊は総崩れじゃねえか。決して楽観視していたわけじゃなかったが、これはあまりにも。機関車！何しやがる！待ってやがれ！よけばどうなすよ！よ、勘弁しろよ。役最善を尽くそう。行くよ。エレンたちと同じ班だったよな。あいつらどこ行ったんだ。アルミ、まさか。見りゃわかるだろ、全滅したんだよ、こいつ以外は。うるせえな。アルミは何も言ってねえだろ。
こんな巨人から丸見えの場所でおしゃべりしてる場合じゃねえ。私らも食われちまう。やめて二人とも。とにかく目立たない場所に移ろう。アルミン、動ける。お前ら、休んでる暇はねえぞ。巨人どもにだいぶ押されちまってる。市民の避難はまだ済んでねえ。今、公営に抜けられたら大変なことになるぞ。うん、でも気になることでもあるのかい？いや、私たちも見てない。とにかく今は時間がねえ。生き残りの兵をかき集めて少しでも巨人を食い止めるぞ。あなたは先に行ってて、私たちも後で合流するから。壊滅状態だってのに、後方にいる住民の避難はまだ終わらねえのか。そうみたいだね。俺たちで中衛を援護して巨人を食い止めるしかねえだろ。あっちにいる中衛の範囲に巨人が近づいてる。助けなきゃいけない状況みたいだね。援護します。心平、怪我はない？悪いね。よし、倒したな。さすがだね、ライナー。補給しておこう。ここはもう大丈夫。他の仲間の援護をお願い。先輩方はほとんどやられちまったのか。そうみたいだ。やるよ。援護に来ました。やるよ。ありがたい。頼む。他のみんなはどうなったかな。今は仲間を信じるんだ、ベルトルト。やるよ。パスが多いね。キリがないよ。なんとかするしかねえだろう。まだだね。始末してやる。やるよ。相手になるよ。よろしくな。やるよ。くそ。相手になるよ。そうは足りない。ありがとう。恩に着るよ。よかったらこれを使ってくれ。あの、援護に来ました。悪いね、助かる。
になった、シンペ。Still going.
やるよ。しっかり頼むぜ。分かったっ。あいつやるよ。まだだね。兵士としての責務を果たす。やるじゃないか。どうも。もう平気だよな。よし、他の奴らを援護してやってくれ。住民の避難はどうなってるんだ。公営の様子を見てきてくれないか。この辺りは俺たちで何とかする。頼むぞ。拠点を作ってくれ。拠点は頼んだ。
見事だ、アッカーマン。さすがだな。住民の避難がまだ済んでいない。ソイン、あの貴公子から住民を守れ。お前は中衛部隊の新兵か。住民の防衛を手伝ってくれ。敵を取りこぼしたのか。早くここを片付けてエレンのところへ。やるもんだな。前の方は何をもたもたしているの？早く進んでよ。まだ住民の避難完了には時間がかかるか。よっと。避難はまだ終わらないのか。やだ、頼みます。寄せた。はっ、駐屯兵団が必ず守る。
民が巨人に襲われている。防衛を優先しろ。避難は完了したな。俺たちも撤退だ。壁を登るぞ。精鋭の撤退を支援してきます。おい悪魔、そこの神兵、あいつを追ってくれ。私にはこの世界に帰る場所がある。エレン、あなたがいれば私は何でもできる。西東郷、よっと。やっと撤退命令が出たってのにガス切れで壁を登れねえ。だったら石川しか、あそこに群がる巨人をやるしかねえだろ。本部ならガスを補給できる。ただ逃げ回って残り少ないガスを使い果たせば本当に終わりだぞ。俺たち訓練兵の誰にそんな決死作戦の指揮が取れる。アルミ、大丈夫なの？エレンはどこ？訓練兵34班の5名は壮絶な戦死を遂げました。エレンは僕の身代わりに。アルミ、今は感傷的になっている場合じゃない。私は強い、すごく強いので、私なら一人でもあそこの巨人どもを蹴散らせる。あなたたちは腕が立たないばかりか臆病で腰抜けだ。ここで指をくわえたりしてればいい。くわえてみてろ。あれで葉っぱかけたつもりでいやがる。おい、俺たちは仲間に一人で戦わせると学んだか。本部が壊滅する前に何とか突入しねえと。やってやる。死んでたまるか。これがないとな。人数を揃えて先に周りの巨人を倒すのはどうでしょう。そうだな。俺は他の逃げ遅れた奴を探して協力を頼んでくる。Sir!
周りの巨人を減らさないといけません。片付けよう。あの縁談、助けが必要だな。本部に群がってる巨人を討伐しねえと。あの縁談、助けが必要だな。突入する作戦を行っています。力を貸してください。分かった。とりあえずこれを使ってやるよ。片付けを一番してやる。助かります。これを使えば本部の周りの巨人を倒せるかもしれません。やります。やるよ。間に合ったみたいだな。僕も戦うぞ。突入の作戦を行っている。協力してほしい。何？分かった。手を貸そう。これはお前が使ってくれ。うっ、ありがとう。これがあれば本部周辺の巨人を倒せるかも。本部が崩れかかってる。しっかり頼むぜ。私はしてやる。片付けよう。ここはやります。やるよ。
じゃあ、まさかお前に葉っぱをかけられるとはな。うるせえ、何としても本部に突入するぞ。ジャンは勇気があるね。あいつ生きるか死ぬかの瀬戸際なんだぞ。やるしかねえだろ。くそ、やるよ。あいつになるよ。やったぞ。もう持たねえぞ。周りの巨人を急いで何とかしろ。その調子、私も続こう。心配ない。ありがとう。本部に突入できるんじゃねえか。やります。
あいつは…くそ、俺たちを狙ってやがる。ここで討伐するぞ。相手になるよ。片付けよう。任されました。くそ、しっかり頼むぜ。ついてこい。な、始末してやる。気がかかった。すぐ気がかかります。さあ、相手になるよ。相手になるよ。
してやる。やるよ、片付けよう。味方、よろしくな。任せ。相手になるよ。やるよ。本部に突っ込むなら今しかねえ。いけるか？この世界は残酷だ。美しい。いい人生だった。戦え、戦え、戦え。ごめんなさいエレン、私は諦めない。やるよ、これ。あったかいだろ。ほら、早く帰ろうぜ。俺たちの家に。死んでしまったらもう。あなたを思い出すことさえできない。あ
Thanks for joining me on this epic gaming journey. Remember to smash that like button, subscribe for more awesome content, and I'll catch you all in the next adventure.